タクシーでもダメなら俺が送る。道路に倒れていた70代男性を保護し、最寄りの警察署まで送り届けたとして、佐賀市に住む89歳の男性に警察から感謝状が送られました。ちょうどこの辺、ちょうどこの辺ですね。海捨て場の近く。佐賀市金龍町に住む小野原祐則さん89歳、先月5日午後4時ごろ、自宅付近の道路で倒れている70代の男性を保護し、車で神崎警察署まで送り届けたとして、佐賀北警察署から感謝状が送られました。自宅の庭から道路に倒れる70代男性を発見した小野原さん、声をかけたところ大丈夫と言われ自宅に戻りましたが、あの日暑かったんですよね。昼過ぎだから何時、2時か3時、ね、一番暑い時だったからですね。この日の最高気温は29度。男性は1時間ほど経ってもその場から動かず、熱中症を心配した小野原さんはもう一度声をかけました。すると、ちょっとですね、傷ついてですね、それで倒れた時にこう手ついたのがいいじゃないでしょうかね。男性は手から軽い出血があり、道路の真ん中で座り込んでいました。自宅まで送り届けようとタクシーを呼びますが、運転手さんが行き先をインサラントにちょっと言え乗せられるんですよ、そうですね、タクシーでもダメなら、そんなら私が送るねって言ってから、送るつもりで行ったんですけど、小野原さんは男性の氏名などを頼りに車で20分ほど家を探しましたが分からず、結果的に最寄りの神崎警察署まで送り届けました。こういうことはあまりないと思いますけど、まあ私の元気のうちはね、できることはやりたいと思っていますけどね。